今回はサヌフツ村にございます。神々の住む沼、カムイト沼の紹介。カムイトというのはアイヌ語で神が住むという意味。自分幼い頃はから下へ降りて沼の歩道みたいなね、そちらを預けたんですが、今は経年劣化のため預けないで、もう普段通り通行止めとなっております。まあ、この沼には北海道にしか生息していない幻の巨大魚イトウも生息していると。そしてね、ご覧の通りこの景色、さまざまな動物もたくさんいるということで、今さっき言ってました歩道のね、立ち入り禁止と看板もこのように出ています。朝、日中、夕方とかっていうのはすごい絶景なこの沼の景色なんですが、夜はね、ちょっとちょっと不気味っていうか気味が悪い場所でもあるわけで、やつも出るんですよ。まあ、付け加えちゃうとね、まあ、この世のものじゃないものも鹿にね、剥ぎ取られたという木もたくさんあります。言っておきますが、ここでね、間違ってもキャンプはしない方がいいです。たまにする人もいるんですがね、綺麗な夕日も絶景。ただね、ヒグマの通り道